こんにちは。アテナのファミコンカセットを買ってくれてどうもありがとう。ビクトリー国の王女として幻想界へ旅立ってワクワクドキドキの大冒険を続けたアテナ。君はどこまでアテナと一緒に旅ができたかな？ところで、君はサイコソルジャーというゲームを体験してくれたかな？知らないっていう君はぜひ挑戦してみてね。なんと、このゲームでは世界がシグマと呼ばれる怪物どもによって侵略されて破壊されてしまうの。元の平和な世界を取り戻すためにアテナが超能力を持った戦士アサミアアテナとして再び登場します。それに今度はとっても頼もしい助っ人がいるの。彼の名前は CK スン。中国憲法の達人で彼もアテナと同じ超能力の持ち主で、二人で力を合わせてシグマに戦いを挑んでいくわけ。このゲームをすでに体験した人は知ってると思うけど、アテナの歌が流れているの。それでは、体験した人もしてない人もこのアテナとはまた一味違うサイコソルジャーの歌と BGM の世界を味わってください。
Thank you.